こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強していきたいと思います。今日のテーマはこれですね。感染症は平等なんて嘘。コロナが明らかにした3つの現実と、 えこういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね、興味のある方はまた見ていただければと思います。えー、今日の話題ですね、新型コロナウイルスの感染拡大が続いているとで。ウイルスそのものは誰にでも感染する単純な自然災害なんですね。でも、感染拡大の影響は誰にでも同じ確率、同じ重さで降りかかるわけではないんですね。一言で言えば、コロナのコロナの感染拡大は、稼ぐ力がある人、稼ぐ力のない人の格差をより一層広げていると。 現実にこういういい事態が起きているんですね、えー、まず1つ目低所得者はコロナにかかりやすい2つ目低所得者はコロナが重症化しやすい3つ目低所得者への経済的ダメージは深刻ってことでそんなまさかってどうでしょう皆さん思いますかこの動画ではねこれら3点について、えー、解説していきたいと思います、えー、でね解説いきたいんですけどまず現実1ですね低所得者はコロナにかかりやすいと 当たり前なんですけど、新型コロナウイルスが人間を見分けてね、あ、こいつは低所得者だ、感染させるぞとかね、この人は高所得者だからちょっと遠慮しとこっかなとか、なんて考えているっていう、そんな話ではないわけですね、当然ですけど。しかし残酷なことに、コロナの感染率は低所得者の方が明らかに高いんですね。例えばアメリカのニューヨークの中で、感染率の高い地域の年間所得は190万から380万円程度と、 これに対して感染率の低い地域の年間所得は1300万から1600万円程度と地図で見るとこんな感じなんですね。こんな感じでデータ載ってるんですけど、まあ、明らかに富、ね、裕層の住む地域ほど感染率が低いっていうのがわかるんですね。 富裕層じゃない低所得者層が、えー、住む地域の方が感染率が高いと。じゃあどうしてこんなことが起きるのかっていうと考えられるのはこの2つの影響ですね。1つ目がまず仕事。えー、所得が低い人の中には、えー、介護職員、バスやタクシーの運転手、郵便局員、小売店員、スーパーとかドラッグストアのレジとかですね、えー、こういった仕事についている人が多いんですね。でこれらの仕事はいわゆる3密になりがちで、テレワークも難しく感染,感染リスクが高いと。 えさらに低所得者にはギリギリの生活をしている人が多いんで感染が怖くても仕事を休めないし仕事を休んで無収入になるのも困るし解雇されてしまうリスクもあるとでマイカーなど持っていないんで混んでいても公共交通機関を利用して通勤するしかないということで他に選択肢がないという状況なんですよね。 2つ目の影響が、この住環境ですね、えー、所得が低い人は過密な住環境で生活しているケースが多いと、2LDK に11人暮らしみたいな感じですね、例えばですけどね、えー、密度が高ければ高いほどリスクは高まるし、ネットカフェ難民とか、ホームレスって呼ばれる人たちがステイホームできないっていうのは、これはね、えー、明らかですよね。 一方、これに対して高所得者たちは多くがホワイトカラーなんでさっさと在宅勤務に移行できるんですねでさらには人を避けて快適な別荘地に避難している富裕層も少なくないんですねちなみに僕の友人の海外在住の大富豪も,もうステイホームがディズニーランドかなって思うようなもう光景だったんで、まあ、ここについてはね、ちょっと現実なかなか厳しいなというかね、厳しい現実ですよね、やっぱりここについて差が、高所得者と低所得者で差がついてしまうっていうのはやっぱり現実かなと思いますね。 でこれらを考え合わせると、えー、低所得者ほど感染率が高いのがニューヨーク特有の状況とは思えないとまだデータには出てないんですけど日本で同じ状況になっても全然変じゃないですねで低所得者はステイホームできないっていう、まあ、そんなつらい現実ですね。 で現実その2位と低所得者はコロナが重症化しやすいと所得が低い人はコロナに感染しやすいだけじゃなくて感染した場合のリスクも大きいんですね実際致死率はアメリカ全体で約2.6%デトロイト市で約3.8%とでこれご存知の方は多いと思うんですけどもちろんデトロイト市っていうのは低所得者層の割合が高い地域なんですね、まあ、こんな感じでね、えー、ニュースの方にも載ってましたけどね えこんな感じで、まあちょっとね、えー、差が非常に致死率の差も出やすいと。理由はこの2つと。えー、まず1つ目が基礎疾患ですね。新型コロナは基礎疾患を持っている人の方が重症化しやすく死亡リスクも高いと。所得が低い人はもともと病院にかかる余裕がないとか。えー、安価、えー、安いものとか高カロリーのジャンクフードを食べがちなんで肥満になりやすく、高血圧とか喘息糖尿病等の基礎疾患を抱える人が多いと。2つ目が医療保険の問題ですね。また海外の例ではなんですけど、低所得者は医療保険に 加入してななないいケースが少なくないんですねアメリカでも約4,000万人が医療保険未加入と言われてるとでこういう人は病院へ行けば費用は10割自己負担とそもそも所得が低くてお金がないのに感染初期に10割負担で病院に行くのはどう考えても難しいと重症化してしまう人が多いのもうなずけますよね。 でえー、僕自身もアメリカで病院にかかったことあるんですけど本当にちょっとまあ入院とも言えない入院ぐらい、えー、しただけでも200万円ぐらい、えー、請求来たんで本当にやっぱりアメリカの医療って高いんですよねでこれだけ医療の発達した世界にあって医療にアクセスできず十分なケアを受けられなくて重症化死亡するっていうのはこれは悲しい現実なんですねだから誰もが高品質な医療を受けられるっていう日本の国民皆保険制度っていうのは決して当たり前の制度ではないんですね これは覚えておきたいなと思いますね。日本の場合はね、えー、本当に全員国民健康保険入ってますから、えー、決してね、これは当たり前のせ、えー、制度じゃないんだよということですね。で、現実3と、えー、低所得者への経済的ダメージは深刻と。 感染症そのものだけじゃなく経済的なダメージも低所得者にとって厳しいものになると所得の低い人が多い仕事には失業しやすい保障が薄いといった特徴があるんですね例えば非正規雇用の人なんですけど派遣社員とか契約社員アルバイトパートタイマーこういう人たちの所得は正社員に比べて明らかに低いと、まあ、こんな感じでねデータも出てるんですけど まあやっぱりこれらの人がね、えー、どうしても、えー、非正規雇用の人の方が所得が低くなるっていうのは正社員に比べて低くなるっていうのはなんとなく皆さんイメージつくと思うんですねそして皆さんご存知の通り雇用は明らかに不安定と時事ドットコムニュースによればコロナの影響で収入が減った人の割合はアルバイトの57%派遣社員の53%パートの50%っていうアンケート結果もあるんですね、えー、緊急事態宣言の延長もあってさらなる状況悪化がもう恐れられていると それからフリーランスですね、えー、就業者全体と比べて平均年収は100万円以上少ないという結果が出てるんですけどもちろん月に何千万円で稼ぐスーパーフリーランスみたいな人もいるんですけど全体として見れば低所得と言わざるを得ないと、これらフリーランスへのコロナの影響によるね、コロナによる収入変動の影響はかなり激しいと。 えー、いうことでこんな感じでね、これもまたフリーランスへの影響で、現在の収入の状況という、えー、データというかね、アンケート結果出てますけど、収入が減少したっていう人が75%、コロナの影響によって、えー、全く収入がないっていう人が16%、こういう状況ですね、もうすべての仕事がキャンセルで無収入にとか、翌月の生活費や資金がないっていった、えー、悲鳴が上がっていると。 といいうここででななかなかねねれも厳しい状況です、ね、その一方で正社員とか公務員はまだ余裕があると実態として雇用に近い状況で働いていたとしてもこのフリーランスっていうのはやっぱり休業手当とか失業手当っていったら保障がないんで深刻なダメージを受けることになるということですね。 えーいうことでこの現実ね、1、2、3、えー、見てきてね、なかなか暗いニュースも多かったんですけど、えー、まとめに行きたいと。現実を受け止めた上でできることは必ずあるということですね。今コロナによって格差の残酷な現実が浮き彫りになっているんですね。低所得者はコロナにかかりやすいし、低所得者はコロナが重症化しやすいし、低所得者への経済的ダメージは深刻とで。僕自身はもちろんこういう状況が続いていっていいとは思ってないです。思わないですしね。でも、とにかく現実の問題として、自分とか自分の大切な人 を守るために稼ぐ力が重要なのは間違いないんですよね。で 今まさに残酷な現実を突きつけられて大変な思いをしているっていう人はあらゆる制度とか力を総動員して新型コロナとの闘いを乗り切ってください各種給付金とか生活保護その他のセーフティーネットとか必要なら何でも使えばいいと思うんですね日本はその辺でまだまだ他の国よりは恵まれているところもありますからだからこういうものは全部ねやっぱ遠慮せずに使ってくださいってたまに話してる方でももらっていいのかなとか何かそういったものってあるんですけどこれは使わないとダメなんですよそういった現実突きつけられてるんであればそのための そのために自分自身も働きながら税金払ってきたわけですからこれは遠慮なく使わないとダメなんですね。 ね、失業率が上がると自殺率が上がるっていう悲しい因果関係が明らかになっているとでも今稼ぐ力を失っていてもこの時さえ乗り越えればまた新しく学んで行動して再チャレンジすることができるはずとコ、えー、ちカメの凌関基地もこう言ってますから、えー、まず生きるモードに切り替えてからスタートだとそれからどう生きるか探せばいいって言ってね、えー、こういう風に言ってますからね、えー、それからどう生きるかを探せばいいと。 生きるか死ぬかの二者択一とかはこれはダメなんだよということですねまずは行きましょうと、えー、資本主義経済社会では稼ぐ力のある人資産がある人 こういういい人が有利ににより快適に生ききられるってことは否定ででなな事実なんですねで現実は残酷なんですけど今そういうルールなんで仕方ないとそこについて怒ってても今すぐ変わらないんですよもちろん、えー、全ての人がねこういった、えー、残酷なことが起きないようになったらいいなって僕自身も思ってますけどそれでもやっぱり世界はすぐには変わらないとだから現実は残酷なんだけどそれを受け止めた上で今から ここからできるってことは必ずあると。だから今より一歩ね、豊かな明日になるために一緒に学んでね、行動していきましょうと。やっぱり乗り切るためにも知識必要ですから。えー、ということで以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、リベダイをルるコミュニティやってますんで、お金にまつわり5つの力を育てる場ですね。それからリベダイ書籍も出ますんで、そういった知識をね、えー、つけるものとして、えー、ぜひ役立てていただきたいと思います。今日が人生で一番若い日です。 心が折れそうな事態に直面している人も少なくないと思うんですね。なんで、とにもかくにもやっぱり知ること、知識をつけることっていうのが絶対に必要なんですね。お金にまつわる5つの力について、正しく学んで知識武装をして、小さいことからでも行動していけば必ず打開できますから、何から行動していいのか迷うっていう方はね、このチャンネルの初級編からぜひ始めてみてほしいと思います。参考になるものたくさんあると思いますんで、誰でも再現性があるっていうものをね、多めに紹介してますから、ぜひ見てほしいと思います、えー。ということで、今日もまた一歩より自由で 豊かな人生にしていきましょう終わりたいと思います今日もありがとうございました